はい、皆さんお疲れ様です。シマウマです。ここはですね、修善寺からほど近いラフォーレ修善寺の近くっていうんですかね。はい、今日はですね、久しぶりの SL でのオフ車日記、だるま山林道ですかね。はい、伊豆の元ブロガー山田所長さんも走られていたので、もうずっと気になってたんですけど、天気がいいのでここまでやってまいりました。はい、はい、ではですね、だるま山林道スタートです。まずは舗装路ですね。いや、いい感じじゃないですか。栗も落っこってますよ。はい、橋を渡って杉並木と、川沿いを走っていくって感じですかね。まあ若干の上り坂、そしてほとんど平坦。まあ真ん中には苔、枝、枯葉結構落ちてます。まあ若干残ってますかね。お、第一の沈下橋、イエイ。はい、まあ水はそこそこですかね。じゃあ行きますか。ヒュー、はい、そして上り坂ですね。まあそこそこの上り坂ですね。まあこのエンジン音で判断していただければ。おお、木がで水が結構流れてます。はい、まだ舗装路ですかね。まあ今日はね、一人なので無理しない。はい、ダメそうならすぐ引き返しますと。お、なんだ、鳥が。まあここも若干上りですね。まあ道路脇にはね、こうでっかい石がゴロゴロしてます。これは放置車両なんですね。お、第2の沈下橋ですと。まあ山田所長さんも言ってましたけど、全然水は橋の上にはないです。はい、まあ舗装路ですけど道は若干登ってます。あ、ここが分岐なんですね。これは左にいずれ行くんですが、ちょっととりあえずまっすぐ行ってみます。はい、こう最初はなんかガレガレらしいですけどね。よいしょ、ゆっくりと気をつけて行ってみたいと思います。ここ上りですね。はい、まあそこそこの上り、今セカンド。まあこういうとこでも本当 SL のこのエンジンの低速の粘りはね、ありがたいですね。まあこういう感じは、あの南足柄の林道、まああのなんだ、足柄峠あたりもね、こんなところあるので似てる感じですけど、こう結構ちっちゃい石がゴロゴロしてますね。なので舗装の上なのでちっちゃくても危ないですね。まあだらだらと木漏れ日の中登る。お、はい、このカーブの途中でこの枯葉の中に石があるのはちょっと嫌ですね。
お、結構な登りになってきましたと。まあでも下コンクリートなので別にトラクションとかその辺は全然問題ないですね。まあ、多少滑るのは想定ないということで、まあ、こうやって日差しが出ててこうな木漏れ日が明るくなってるのはありがたいですね。ゴルフ場なのでと。はいはい、山田所長の動画で見た通りですね。ね、こう今セカンドなんですけど回転数ちょっと分かんないですけどそんなに上がってないですよね。まあぐいぐいとストールする気配もなく登っていく感じですかね。はい、こっからダートになりましたと。まあそれでもこう細かい石が敷き詰められているのでまあ気をつければ全然大丈夫ですね。ここも少し上りです。はい、はい、下りに入ります。下りは怖いよねあーでも平坦になった。なんかもうこれは完全に丹沢のなんか、バカ尾根の途中の、山道って感じですね。まあ緩やかな上り、あ、そうそう、今日はね、はい、オフロードブーツを履いてきていますと。まあ操作はそれはね、しにくいというかちょっと慣れは必要ですけどやっぱりこの安心感はやっぱりいいっすよね。うん、ちょっとがれてます。いや、あれでしょ、こうちょっと私も慣れてきて落ち着いてますよね冷静に路面状況を判断と。はい、ここはなんか非常に走りやすいフラットダートになりました。まあ若干上りですけどね。まあ都市川林道の方がこの辺はちょっとハードですかね。はい、そして舗装路になりますと。ここはね、はい、あ、やっぱり舗装は、あ、また戻りました。上りです、上りです。おお、ローでいきますか。やっぱりね、ハンドルがやっぱり取られますよね。もうちょっとスピードを落としてゆっくり冷静にいきましょう。おだらだらとした上りですね。まあこの上りなんでこれぬかるんでるとちょっと難儀しますね、これね。まあ上手い方だったりタイヤをこう食いつきのいいやつとか、空気を落としていれば問題ないかと思うんですけど、私今まで基本タイヤの空気を落としてないので標準のままですね。うん、はい、またここでフラットに戻りました。
これはここは気持ちいいですね。はい。まあ多分これ雨降るとこういうねぬかるみが多分一部あるかと思うんですけど、非常に走りやすい、はい、道ですね。まあただでも気は抜いちゃいけませんね。いや、こう杉並木ですよ。上りです。細かい砂利、よいしょ、トラクション、上りですね。まあそこそこの上りです。少しアクセルを開けたくなる上りですね。はい。で細かい石でがれていてハンドルは取られます。お、ここ舗装でしたけど視線がありましたね。まあ今日はちょっとそのまままっすぐ。あ、これはでもいい道なんじゃないですか。まあそこそこ振られますけど、なるほどね。ここ舗装ですけど、ここ確かにこのカーブでこの上りぬかるんでたらやばいかもしれないですね。はい、そしてまたダッとです。ここはフラットですね。まあだらだらと緩やかに、まあ、こう平らなところがあったり登っていたりはしますね。よいしょ、やばい、ギア選択ミスったな。やっぱりセカンドですかね。あ、これで出ました。終わりです。これ山田少女さんは左も行ってましたよね。結構長い下り、はい、ずいぶん回しちゃったかな。一旦ここで終わります。はい、本日はですね、修善寺にありますだるま山林道、はい、走ってみました。ちょっとね危ないところもありましたけど、はい、ヒヤヒヤドキドキしていただけましたでしょうか。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。またね林道も行こうと思ってますんで、はい、よろしければチャンネル登録グッドボタンしていただけるとね、はい、嬉しいですと。それでは皆さんアローハー。これからもぐもぐタイムだよ。